夫、栄作が、都数運輸事務所長だった時代の佐藤一家。左から、広子、次男、真嗣、栄作、長男、龍太郎、母、藤枝。佐藤広子1月5日から1987年4月16日は、日本の首相、佐藤栄作の妻。日本の歴代首相夫人の中では、三木むつ子と並んで著名な人物であると見る向きもある。 山口県熊毛郡田伏町に旧長州藩市の氏族佐藤家当主の松助と妻藤枝の長女として生まれる。父松助は明治の中頃に東京帝国大学医科大学を出て岡山医学専門学校教授を務めた。母藤枝は後に外相を務めた松岡洋介の妹である。松助は1911年に34歳で急逝し、一家は その後、松岡に引き取られて三田尻で暮らした。また、松助の世話で、岡山中学校に進学していた老いの岸信介は、松助の死後に同じく山口へ戻った。松助と藤枝の間に生まれたのは、広子と妹の政子の娘二人のみだったので、佐藤家分家の三男である英作を本家の婿養子にすることとなった。広子は、青山女学院英文科を卒業の後、 いとこにあたる英作と1926年に結婚した。英作、ヒ子夫妻は、龍太郎、真次の二男を設けた。1969年、沖縄返還協定調印のため渡米した夫に同行した際、ミニスカートを履いて話題となった。英作の死後も、女性週刊誌の対談等に登場するなど、マスメディアに多く取り上げられた。英作が、東京、 築地の料亭、新気楽で、脳卒中発作のため倒れた時、行き届いた治療ができる病院への搬送を進める、医師らの申し出を案として拒み続けた。脳卒中は動かしてはならないという俗説を固くなに、信じたからだと言われている。小シジ吹雪のファンとしても有名で、小シジ吹雪公演会長を務めた。また1975年4月6日放送の、アップダウンクイズでは、 シルエットゲストを務めたほか、晩年まで、ワイドショーなど多くのテレビ番組に出演している。他にも船橋予備校名誉理事長を務めた。著書に、花から追走、最小夫人広く等がある。佐藤家の来歴については、佐藤英作家系を参照。福井雄造、蘇る松岡洋介昭和氏に葬られた男の、真実、第二小青年、松岡洋介、大陸へ夕日。 一方、佐藤家文家の次男で英作の実刑である岸信介は、父の実家である岸家のおじ、信正の養子となり、信正の娘良子と1919 19年に結婚していた。ありがとうございます。